こんにちは、大宮です。今日はタグホンヤーカレラポルシェリミテッドエディションを紹介していこうと思います。タグホンヤーとポルシェはカーブランドとウォッチブランドという特別なパートナーシップのモデルを誕生させました。今回は第2弾としてスポーティーな雰囲気を前面に押し出した新しいタグホンヤーカレラポルシェリミテッドエディションのご紹介です。今回の動画では初めにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そしてダイヤル、ケースの裏側から見えるムーブメント、ストラップの解説、最後に実物を見た感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、このモデルにはリミテッドエディション用のカラーで作られたスペシャルボックスをご用意しています。ブラックのシンプルなボックスに、外箱にはタグホイヤーのロゴ、内箱はタグホイヤーとポルシェのロゴが記されています。内箱を開けるとウォッチデザインと同じブラックとイエローのカラーが入っていて、この時点でとてもワクワクさせますね。その中にはポーチが付属していて、中のカラーは黄色のカラーになっています。ボックスの下には取扱説明書、専用の付属冊子、ギャランティーカードが入っています。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはタグホイヤーカレラポルシェリミテッドエディションです。タグホイヤーを象徴するカレラスポーツクロノグラフをベースとしたタグホイヤーカレラポルシェリミテッドエディションは、自社製ムーブメントキャリバーホイヤー02搭載の優れたパフォーマンスを発揮するモデルです。1860年にスイスで誕生したタグホイヤー、その知名度は数ある一流時計ブランドの中でもトップクラス。今回の時計はそのタグホイヤーとスポーツカーブランドのポルシェが戦略的パートナーシップを締結して発表された第2弾のコラボレーションモデルとなっております。それでは次にケースについて見ていきましょう。ケースサイズは 44mm です。ブラック DLC コーティングを施したステンレススティール製ケースにはポリッシュとサテンの仕上げがきれいに使い分けられています。ベゼルの素材にはブラックセラミックを使用しています。セラミックの最大の特徴は傷がつきにくいことで、ベゼル部分は使用する上でぶつけてしまうことも多く、その心配を最小限に抑えてくれます。ベゼルの滝メーターのメモリや111の特別なモデルの証であるポルシェの文字にはイエローの差し色を採用しています。この時計は表情走行用に準備されたイエローのポルシェケイマン GT4 とともにデビューし、そのビジュアル的な親和性に焦点が当てられました。ケイマンと同じペイントコードであるレーシングイエローを随所に取り入れられています。イエローとブラックのポルシェカラーを腕時計全体にアレンジしているデザインになっています。次はダイヤルについて見ていきましょう。光沢感のある大胆で個性的なルックスのブラックダイヤルはポルシェの特徴的なボディーワークからインスピレーションを得ています。メタリックな車体を思わせるシャイニー効果で、光の加減によりキラキラと輝く様子がとても綺麗ですね。ブラックのアスファルトエフェクトを施した2つのサブダイヤルはアスファルト特有の凹凸をリアルに再現しています。針は光沢のある仕上げで夜光塗料が塗られており、夜間の視認性も確保しています。インデックスはアラビア数値で記されており、一般的な1、2、3ではなく、ポルシェのダッシュボード上の数字を表しています。ここにポルシェのフォントを採用することで、スピードメーターのようなデザインになっています。針と同じく夜光塗料で光を蓄え、暗いところでは光るようデザインされています。センターにあるクロノグラフ針の先端と積算系のメモリがイエローになっていて、スポーティーな雰囲気を出しています。31のサブダイヤルは30分で1周、91の針は12時間で1周し、時間を計測することができます。61の針が通常の時計の秒針で、合わせてカレンダーもこちらにあります。次は時計の裏側を見ていきましょう。時計の裏側は透明なサファイアクリスタル製のケースバッグになっており、中に収められたムーブメントを見ることができます。ポルシェの有名なハンドルへのオマージュとして新しくデザインされたローターの動く様子が見て取れます。ローターにはポルシェとタグホイヤーと記され、そのブラックとイエローのカラーのタッチがウォッチのデザインに完璧なまでの調和を生み出しています。このローターが腕の動きに合わせて動くことにより、ゼンマイを巻き上げる仕組みとなっています。もちろん31のリューズを使用し、自分でゼンマイを巻き上げる手巻き機能も備わっています。
今回のモデルでも自社製ムーブメントキャリバー本屋02を搭載し、パワーリザーブは約80時間を実現しています。一般的な機械式時計が40時間前後であるため、ゼンマイが1杯まで巻き上がると3日間以上持ちますので、とても実用的ですよね。クロノグラフを作動させるパーツであるコラムホイール、時計の心臓部であるテンプの動きもこちらで見ることができます。このモデルのカラーリングに合わせてイエローのカラーに変えているのもこだわりのポイントですよね。続いてストラップですが、柔らかなカーフレザーを採用しています。ポルシェのシートカバーに着想を得てデザインされたダブルステッチ仕上げの美しいレザーストラップが今回より華やかな姿でカムバックしています。この限定エディションではイエローのステッチとライニングがブラックレザーと鮮やかなコントラストを生み出していて、レザー自体に加工が施されテクニカルファブリックの様子を呈している点でより個性が際立つ仕上がりになっています。ベルトの裏側はイエローを採用し、大胆な一面も覗かせてくれます。バックルはケースと同色のブラック DLC コーティングを施したステンレススティール製のホールディングバックルを採用。 DLC コーティングを施すことによってより強靭に傷がつきにくい素材に仕上がっています。また防水性能は 100m 防水となっております。水の中に時計が入っても大丈夫ですが、激しい泳ぎや強い水圧がかかる場面での使用はご注意ください。今回のタグホイヤーカレラポルシェリミテッドエディションの感想ですが、こちらは実際に見てみると美しいブラックを基調にしたモデルだと思いました。素材や仕上げの違いのコントラストが美しく、とてもかっこいいモデルに仕上がっています。また差し色のイエローの明るさでさらにブラックの良さを引き出していると思いました。スポーティーな雰囲気の時計をお探しの方におすすめです。マットな質感がとても渋くて大人の男性のイメージとマッチするので、オンオフ問わずシーズンも選ばないで使えるモデルだと思いました。特に少しご年配の方がオフの時間にさりげなくこのモデルをつけドライブで時間を楽しむというのも素敵ですね。年代は20歳前後から60歳以上と幅広くお使いいただけるモデルです。お取り扱い店舗はタグホイヤーギャラリー和歌山 by 大宮となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。また国際保証は2年間となっております。マイタグホイヤーアカウント登録で2020年4月1日以降にタグホイヤー正規販売店でご購入された対象ムーブメント搭載モデルの保証期間が3年間延長され5年保証になります。ということで今回はタグホイヤーカレラポルシェリミテッドエディションについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。